ポタワトミー郡は、アメリカ合衆国をクラホマ州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査で、の人口は69,442人であり、2000年の65,521人から6.0%増加した。郡庁所在地は、承認市であり、同郡で人口最大の都市でもある。ポタワトミー郡は、その全体で、 小児小都市圏を構成し、オクラホマシティ小児広域都市圏に属している。ポタワトミー郡となった地域は、もともと、ジョージア州とフロリダ州に住んでいた、クリーク族とセミノール族が、アメリカ合衆国政府から移住を強いられ、この地域を含む領域が与えられた。1866年、この二部族は、南北戦争中に、アメリカ連合国に味方していたために、 連邦政府に土地を取り上げられた。この地域には、アイオワ族、サックフォックス族、アブセンティショーニー族、ポタワトミー族及びキカプー族が再移住で入った。1891年に、キカプー族を除く部族が土地を割り当てられ、居留地の土地は、個々の部族員に割り付けられた後で、残りの土地に、インディアンではない者たちの入植が始まった。 ランドラッシュの時代に、ポタワトミー軍は、B 軍として組織化され、テクムセが、軍庁所在地になった。1892年、軍民の投票で、ポタワトミー族にちなんで軍名を、ポタワトミー軍とした。1895年、キカプー族がその土地に対する権利を諦め、その土地は、最後のランドラッシュに解放された。1930年、この時には、 テクムセよりも大きくなっていた、小2の町が、住民投票により軍庁所在地になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は793平方マイルで、あり、このうち、陸地788平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は0.70%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。オクラホマシティは、オクラホマ郡にあるが、小部分が、ポタワトミー郡内に入っている。パイオニア図書館システムが、マクレーン郡クリーブランド郡を呼び、ポタワトミー郡にある旧都市の図書館支所を運営している。オクラホマ州共生省が、マクラウドの町に近い郡内未編入領域にある、メーベルバセット共生センターを運営している。ありがとうございます。